はい、吉本です。皆さんいかがお過ごしでしょうかということでね、うん、まあいろいろねあのこういう時はねあのいろいろ不安が出てくると思いますけどね人生ねまあ不安のない人はいないし、まあ、夢を持ってない人はいないと思うんですけどその時ねあのまあやっぱり今ね本を読むことがね一つの力になると思います。で今回ご紹介する本はですねこれですね。これはいいですよ。だいいたもう これがいいですよねもう台がいいですよね「まあいいか」という <laughs> ふっと肩の力が抜けるというそういう本ですね。で書かれたのはね「芳斎アリナさんねまあいいかまあいいか」まあ、いいかーって芳斎アリナさんが書いて見えますということであのこの本はですね何がいいかというと肩の力が抜けるということで。 あのまあ例えばねちょっと私が気になったところちょっと赤で丸打ったんですけど先ほどあのこれ何年か前に今2年ぐらい前言うんだかな、うん、ちょっと呼び上げてみますとね「えー、と別れた一世を忘れな忘れられないなら」ということでありましてで「元気でいることが元恋人への一番愛のこもったプレゼントになります」ということで。 まあ私のあれで言うとですね、まあ、あのこう結婚はできなかったんですけどかなりいいところまで行ったかったが見えまして、まあ、最終的にはまあやっぱり結婚できなかったんですけど、まあ、たまにねなんか心が弱った時体の調子が悪くてで夜寝つけなくなって心が弱った時、まあ、そういう,こう人間こうリズムがありますよねいつも元気っていう人ばっかりじゃなくてたまには元気な人も心が弱る時があるので。 そういう時にですね、ふっとその人の顔が思い浮かべれるんですよ思い浮かんでくるんですよふわっと今頃どうしてるのかなとか思ったりとかまあその方はもう今結婚してですね子供もいるのでもうあの私としてはもうどうしようもないというかね、うんまあ、そういう方なんですけどあのー、まあそういう時にねもうとにかくここに書いてある魔法のこ言葉まあいいかと、うん、つまりこの言葉は「 につ人間が煮詰まってきてあのこう肩の力が、ね、キーッとこう肩がココーッとなったりとかねこう首が凝ったりとか何かこうイライラするとか先のことばっかり考えちゃうとかそういう時には不思議な言葉があってねまあいいかと言いましょうということなんですよ。なんかいろいろあるなまあいいかっすっとスッとそこで諦めるという、うん、でここに書いてあるように半分ですね人生を降りる生き方、ね、いつまでも現役でいようとかいつまでも あのんみんなに注目されてみようとかいつまでもこうなんか価値のある自分でいようとかっていうことから降りまして全部降りたら廃人ですからね <laughs> 半分だけ降りるということで,でこの芳斎有田さんが言うにはこの「まあいいか」というこの口癖みたいなこの言葉を唱えることによって力みすぎている自分が脱力するとそして半分降りると人生をね半分降りる生き方ということで。 今は私も自粛生活してます。ほぼほぼドラッグストアとそれからもう本当に薬所見の師匠はたまにちょっとねあの用事があって行ったりとかですねそういう本当に郵便局とかあるいはあのちょっとお金を下ろしに行くとかそういう時以外は全然行かないですよもうだから車もですね現役時代はですねもう本当に1日5 0 4 0キロ乗ってたのが今はもうこれ笑ったんですけどもうあの一月でですねえっ、ー、といくらだったかなガソリン代が3,000円もい,いかなかったですよね一月三千3,000円もいかなかった2千何百円、うん、でなんか距離数見たら68キロになってますよ <laughs> だからガソリン入れずに済んだんでしょうけどまあいつもね災害に備えて満タンにしておくとが私の趣味なんで。 満にきけどオドメーターっていう走行距離計見たらひとの走行距離がね80何キロって笑った笑ったもう大笑いでしたけどね、うん、まあそういうかの感じです今自粛してるんですけどまああのエンジンも傷んじゃうんでたまにはねエンジンかけてますけどバッテリーとかもねあるんでそういう時にまあいいかとね。 まあコロナもいろいろ騒がれてるし自粛生活だけど多少不便だけどまあいいかということでこの本をですね最近ままた読み直しています。本というものはですね私はあの本がいいよって言った人からね非常になじられたことがあって「吉松さんあんた本読め」って言うけど俺の人生何にも変わんなかったよってそんな本なんか読んだって。 ね、なも本なんで、なも、あてならないし、ためにはならないって言って、私次回に言われた方が見えるんですよ。で、私はああ、そうか、じゃあ,あ、あなたにとってそうなんです、ねって言って、まあ。あの、そんで終わったんですけど。あの、というか、余計なこと言うなと、時間が持たなかったみたいなこと言われてしまって、でも、まあ。それはその人でいいでしょう。うん、あの、私はそれでいいと思いますよ。あの、やっぱり活動ている方はね、本を読まない人が多い。し、活動的な方も読んでる人も多いですけど。 私はどっちかとというとです、ね、何か自分の考えが非常に薄くて浅いということが薄くて浅いということがあの分かってますので不に、うん、をしてますので少しでも何かね得るものがないかなと思って、まあ、この本を手に取るんですけどで本はです、ね、図書館にも行きますけど図書館今閉鎖中なんで私のこっち区でもねあの、まあ、できるだけ買ってね手元に置いときます。 買ったって本当に置いた本ってのは必ずすっと何か持ってくれるけど図書館って買いに行かないかんでしょ。だから2週間で買わさねばかもんでやっぱり真剣に読むことは読むんですけどやっぱり本当に欲しいものは買うということで。うん、これなんかはねそうお金かかってないんですよ。あの何、ー、かなあの書店の古本コーナーでずらーっと並んでるとこでこの芳斎さんの本を大量に売った人が見えて。 もういろんんな本がずらっとなんてたんですよ私その時たまたまこの芳斎さんの本欲しいなと思っててでも高いしなと思っててたまたまワゴンの前ねその本屋のワゴンの前にこれがなんかな10冊以上があったんですよ。1 5六6冊はあったかな。でその後私の持ってない本だけえ選んでごぼーっと買ってきたら1200円か1300円で本1冊買う値段で全部買えちゃったんですよ。その,その 今ででもちちちちょょょょここここ読んでます今補佐する本をねまた読んだらまたここでレビューしますけどでえっ、ー、と多分会社がお金がなかったらねしお金の心配の場合はこれ私がいつも見るのはこれですよこのねあのドン・キホーテで買ったこの札を見て100万円ってね私こ裏側はメモ用紙なんですけど。 これ、まあ、5,000万円か6千0 0万円、まあ、下手したら8千万円ぐらいあるかなこの束だけでね、うん、私これをですね、あのー、56冊買ってですねあちこち置いてあるんですよでこれで裏でメモしたりこれ破って分かったりとかしてるんですけど要するに日頃から自分は100万円持ってるんだとね百100万円持ってるんだとでこう「玩具銀行」っていうのが書いてありますけども100万円。あで 財布の札でもね銀行に置いてあるお金でもねこれでもねはっきりや使わなきゃ変わんないですから俺は1,000万円持ってると思ったって使わなかったらこれと同じですからねそれはただ数字にあの何あのなんかの,あの通帳に数字が打ち込んでるだけなのでこれ使って初めて意味がある話なんでね、うん、まあこれ安心という意味で私はいつもこうやって数千万円持っていると。 ね、こ,のこの玩具銀行の札で持ってるということでこれは使えないと思います使ったら私は警察に行く必要があるんですけど使え,ない使えませんのでこれをですねあの裏側にメモをしてあのこう貼ったりとかねあの挟んでますけど、うん、あでお金になれるということで、まあ、不安をまあいいかということでねそのなくしているということですね。い、うんまあ、いいかというのは魔法の言葉で これにも書いてあるんですけど、あの、まあ、あのし、しょうがないような悩みがあるんですよ、人間。で、いつも幸せにならなくちゃダメだと。コマーシャルをね。テレビつけたら、なんか、あの、幸せというコマーシャルが多いじゃないですか。これ買ったら幸せとか、これ食べたら幸せみたいな。うん、でも、幸せになれる必要があるという強制的な願望というのは。トランサーフィン理論で言うと、必ず反対側へ行くんですよ。過剰ポテンシャルということで。 幸せだろう、なろう、潜在意識はじゃあお前今幸せじゃないんだなというふうに受け取るわけですよ。このマインド、心で幸せになろう、だろう、なりたい。今度は絶対成功してやる。今度は絶対幸せになってやる。今度はあの人と結婚する。幸せになりたい、結婚し幸せになりたいなんて思っていると、マインドは思ってるんだけど、潜在意識は今思ってるっていうことはお前今その状態でな,ないんだなと。 だから幸せに行こうと思ってもお,お前違うぞとお前の状態は幸せ以前の状態のはずだぞということでブレーキかけたり変な事件を起こしたりとかしてするというんですねで仮想ポテンシャルトランサーフィロ論でいうとそのあまりにもそういう気持ちが強すぎてしまうとですね逆方向に行ってしまうと必ず物事は逆方向に行くんですよ。あのそ,ういうそれはねあのなんていうのかなそのリンゴは ここから落としたら下へお床に落ちるみたいな感じで物理法則なんでねそれはもうなんでやと言ってもそれは言いようがないんですけどそういうもんなんですねだからそこで肩の血が抜くとね恋人いない配偶者いないでもまあいいかとねそれからお金心配だまあいいかとコロナ心配だまあいいかと、ね、どうなるんだろう 来年は再来年はなんて考えたことも考える必要もないことですよね来年自分の命があるかどうか再来年あるかどうかもまだね世の中新聞見てるとあの上から物が落ちてきて死ぬ人もいますからだからまあそれこそも考えてですねあんまり考えない、うん、考えてもあんまりいいことないですからだからある程度ですね今マスコミとか,っていうかテレビに座って情報がですね山のように波のように情報が入ってきてますからそれもいい情報もある。 あのなんかうさんくさい情報もある感情論もある根性論もある精神,力もあ精神論もある今台本や発表みたいになってますからねテレビの発表もから政府の方もねとにかくあの頑張りましょうみたいな先見えないけど頑張りましょう頑張るしかありませんみたいなねだからそういう時はもうとにかくそういうのはもうテレビ切ってラジオもラジオは聞いてもいいけど、まあ、あのラジオはまあ比較的いいですけどテレビ切ってね まあいいかと。まあいろいろあるけどねまあいいかと。いうことで皆さんもですね私もですねまあできたらですねこの,でこの本を読むのが一番分かりやすいと思いますまあいいかと、うん。この本は私が一番好きな本で、まあ、まだ本さんの本で読んでないのがあるんでまだそれがまた入れ替わるかも分かりませんけどこのまあいいかこれはですねおそらく値千金の本でして1,300円ですけどまあ価値としては 130万円ぐらいの価値はありますこれは、うん、あの本当私が苦しい時にこの本ですくわれたんですこれ、うん、まあいいかと自分が言うことによって私の,の同級生のあのまあ知り合いの人ですねあのまた同級生なんですけどその男が口臭いつもなんですよわーっとなんか喋った後に「吉松うんだろうだろうだろう」って言ってねまあ それはまあ友人の人と言ってもいいんですけどそれがしゃべるんですよ私に。最後にじゃでもまあいいか」と言っていつも終わるんですよ。でこいついいか減なねえだと思いながらまあ一回離婚してねまた結婚してまた今子供作ってますけどまああいつの方がこの「まあいいかまあいいか」言ってるだけ私より上等だったかなと今では思ってますけどねでもまあ私もそういうことで「まあいいか」を言てそ,その男からも受け継いでこの方才さんの本からも受け継いで。 そんな感じでね、あんあああまりその自分のね何だかなその心情以上に、まあ、見せないようにあのした方がいいですあの。無理やり作った像って必ず壊れるんでやっぱりこの画面でもねこの動画でもそうだと思うんですけどやっぱりあの格好つけたりとかねといってあまりにもダラダラではダメですけど、まあ、ある部分半分ぐらい、うん、やっぱり格好つけたら崩れますよ。 うん、でやっぱりあの恥とかねそ,のそういうのも初めに見せておけばねあのまあこんなやつだこいつはとそんでもこいつと付き合ってやろうっていう人は必ず出てきますので、うん、あのそういう人たちと仲良くなるというのが私の、まあ、方針でございますので、はい、皆さんもですねあのようこそここへお越しいただきました。ではまた次回お会いしましょう。